2016年ズルトレーダーのバイナリーオプションにおいて日本一から世界一になり1億円近く投資しておりました。世界バイナリーオプションスペシャリスト社の販売は先生です。今回は100さんですけれども、1万3000ドルぐらいと1万3000ドルぐらい投資してます。このようにね、今きついところで、でこれはシグナルポイントなんですね。これシグナルポイント最悪値が最初ですね。でもこれ勝ってるしね、最悪値かこれも勝ってるんですね。これ見てでしょ、これからね、これから次のこのシグナル勝ってますよ。一番どこでも勝ってます。これもどこでも勝ってますね。これからこれ勝ってますでしょ、これも勝ってますでしょ、これからこれ勝ってますでしょ、これ勝ってますでしょ、これかね、これはここで負けてますね。これはここで負けてますけどね、待ってると勝ってますね。こういうとこありますけど、ここで勝ってますね。ここではここで勝ってますし、ここはここで勝ってる。ここはここでも勝ってますね。勝ってる。これも勝ってですね。これはここで勝ってますよ。これどこでもここ勝ってます。ここではここで勝ってますね。これはここで勝ってます。シグナルこれ全パーフェクトなんですよ。ね、わかります？これ全部、この反対ハーフでね、このシグナルで次待つわけですね。ね、いいところを。プラスになるところまで、ね。これ全部勝ってるんですね。このシグナルポイントって、これね、これが素晴らしいんですね。で勝率今こう出てんだけど、これはまた線が出てるやつね。ね、今分析中ですけど、赤でね。で、今回はね、ここら辺で打ったんで、目安なしのとこで勝てるかどうかわかんない。ね、そういう試験ですね。本番でね。ここだったら勝ってたんです。こんな全部。ここのとこシグナル最初に打ったって勝ってんですよ、ここで。ね。これ全部パーフェクトだもんね。一個も外してないんだよ、これ。ちょっと伸びた時ありますけどね。これね。この下のラインが勝てるのに、ここだから。こんなに時間かかる。こっからここまでいったら相当時間かかるでしょ。1ヶ月間ぐらいですね。これは、ずらかして、他のを通していくんですね。これね、こう通していく。だんだん。で、この矢印で消えちゃったけど、この分析中なんですね。このように、このシグナル目安だけど、もう目安と言えないんですね。この四角は、どれでも 100% ですね、これ。これ全財産積み込んで全部やってみてくださいよ。いくらになります？これ。この幅だけで、800でしょ？いや、800じゃない。オクトーバーは10月だったよね。1ヶ月ないんですね。わけじゃないんだ。これ15分で見てるんだ。なるほどね。15分で見てるから、これ1ヶ月ないんだ。15分だったら1時間じゃなかった。ねえ。上はできなかったの分かった。これね。周期がまたちょっと合うときと合わないときあるんでね。
ということですね。この島なる目安っていうのは今回これ全部パーフェクト、どの目安においてもね 100% ですね。これ全部勝ってるんですよ。これね、これ四角からこれ買うね、赤は売るわけですけど、これどこのシグナル打っても勝ってるの、強いねこれね。これね、設定値があった時、白くなった時にこの情勢をこっちに2とってさ、こっちでか上なんだ、赤の分析中ね。素晴らしいね。シグナルの目安をね、表示しとこうかなっていうのはちょっとありますね。ね。これパーフェクトだから、これね、持ち金もしこれやってて1ヶ月くらいでね、これ奥、まだ1ヶ月以上。あ、これだから、本当に1ヶ月ないんですよ、これだけでしょ。1ヶ月間で、これ全部これ買ってたの。これ通して。すごいと思いません？この目安じゃないんだよね、もうね。このシグナルって。シグナルの目安でね、インジケーター作ってるどころじゃないの、スペシャリストのインジケーターって。どんなにすごいかわかります？どこも外してないんですよ、これ。これ。このシグナル。四角い赤と青。これ。目安と言えないでしょ、これ全部。ちょうどいい周期になったということもあるんだろうけどね。他もどうなのかな？ね？1ヶ月内で見ててだよ。ね。全部パーフェクトでしょ。あ、これ、伸ばせんの？あ、調整できるんだ、これ。なるほどね、こうできるんだ。これはこうやりたいね。あ、こんなにしておくのかな。お、こういう機能あるってしなかった。これ便利だね。これ知らなかった、僕は。これはいい方だね。これ知らなかった。これ知らなかったな。位置的な計算するのここら辺がいいね。知らなかったな。
的それにしてないね。オッケー。うん、1時間で見て、もうちょっと見ときましょうって言って、ここだからここで見とくかな。これがいいんじゃない？ちょうどこの木のね、最大値。こうだね。これがいいと思うんだけどね。だけどもっと落ちてるからな。この辺でいいと思うね、これね。この辺また落ちてくるんじゃないかな。この辺いいとこね。ここら辺が落ちるってこともあるんだけどな。前こういう機能ついてなかったからね。僕は古いんだけど、めちゃめちゃ古いですよ。MT のスクリプトの4は僕の発明した方法で作られてるんですね。少し、概略ね。思想がそうなんですよ。パソコンの発明者では世界一ですから、一番目ですから。
たくさんあの開発した人いますけどね。割りならこうストーンと上がって下がることあるんでね、ちょっと話するんですよ。これはね結構あるんですね、これね。上がってね、ドーンって上がって入っちゃうことある。バサッといっちゃうことピャンピャンってね、青春になって、そのところで見てたらできるのか。で、ここでね、落ちたらいいだろうってね。ここまで落ち落ちると、まあ8000ぐらい、1万ぐらいいくかもしれないね。まあちゃんとこんな風にやってていい加減にやってないんですよ。ちゃんとね、このようにね、利益見てください。で、これ、利益出したんだけど、試験投資でもちゃんとこう、勝ってるんですよ、これ。一回外してるけどね、こうね。ここずーっと上がってるでしょ。試験投資だからね、負けちゃダメですよ。これライブ講座でしょ、これもね。ね。ちゃんと勝ってるでしょ、これね。そうやってよく知っておいてくださいね。ところちょっとこう全部表示とね、落ちて落ちて、こんなふうにいいかげんするこれは負けてんだね。うん。これとしても負けてんだよね。だけどここまで全部閉じこうでしょ。こうして、こう。閉じたから。それでも負けてない。パーフェクトだって言わないね。だからこう落ちた時に、こう繋がってる時は勝ちがあるの。ね。
繋がってる時連鎖してるでしょ。だから変えないはずだね。間違いは少ないはず。ここ落ちたとこに買う。こういう輪っかって連鎖してたらダメなの。進方向だからね。そういう意味四角そうなってるんですね。例えばこれで、ね、連鎖してないでしょ。だからここは通していいんだけど。連鎖してないでしょ、これもね。連鎖。連鎖してるとこは最後。一点連鎖し、連鎖しちゃうでしょ。ね。まず一個出て、ね。ちょっと間を置くんですよ。次連鎖するかどうか。ね。これ僕の特許。特許入んないけどね、僕のはね。不満長者になれる特許はダメ。これいいでしょ、この。ね。これ、RSI ですよ、これ30対70。RSI の変わり上です。一般的なやつですよ。表示の。この時に表示させてるんだけど、偏りボリンジャーっていうのが来るのね。これが難しいの。これは僕の発明。ただのボリンジャーじゃないの。偏せボリンジャー。ね。これは僕の発明の。これが難しいの。分析が多くてね、処理の時間かかるね、これ。偏せボリンジャーってね。ちょっと寒くなったんで。そうですね。少し怒ってきたから、マイナス569円ですね、ここでね。だいぶ落ちてきた。ね。あんまり様子見せる。オークしますね、これね。こういう具合ですね。今、マイナス452円。そうそう、こんな風にして落ちてくるところなんですよ。で、この偏せボリンジャーっていうのはね、偏り、また偏りにね、線形を結ぶんですね。これはね。ボリンジャーで言うと、この線に対して両サイドでしょ。この辺からでしょ。よく流れる方向に厳しくしてる、ね。これは流れる方向が上ですね。ここら辺が下ですね。移り変わってるんですね。ここが多いと、だん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 この下が離れるんですね。で、シグナル出てるでしょ、これね。勝率 80% って。これ決算で、ね。これはね。ちょっと見れないか。ちょっと見れないね。で、こういうに分析出るんですね。黙ってても。これはインジケーター話してるかね。ね。今周期74の RSI が17周期の76の24がいいんだって。ちょっと調整してみようかね。はい。今ぴったり合わせるとね、この分析データでこの仕方を合わせるね。で、これ最初はできてるから。で、ここで決算、決算、
計算ね。2倍、3倍、ね、これ調整したんですよね。でこれにも表示できるようにちょっとしとこう。ちょっと待ってくださいね。これだから RSI だけだからこれで表示でしょ。同じは同じかな。連続になってるんだね。ということでちょっと